はい、というわけでどうもこんにちは、ウルト。え、こつというわけで今回もマリオ&ルイージ RPG やっていくぜ。というわけで今回スタービーズ3個目いきなり回収する場所やってきたというわけで、これ使ってますね。おるおるおる、くれ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 、だから無理だな。というわけで右、んギョエー、誰だよ。無理ざんす、ミーはあんな大道具は無理ざんすね。水飲みすぎてしもた、死んじゃうぜじいちゃん。行ってみっか。わっ、目つり目、つり目だね。まったくどいつもこいつも根性なしで困るの。あら、いらっしゃいなの。私は天才ファッションデザイナーキャハールなの。ご存知？知らない。しょ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 、ご存知？知ってます、知ってます。まあいいの、あんたたちポンプアートのアイススタンド希望ね。うまくやってくれたバイト代出すの。バイト代はまあそこら辺で拾ったなんか臭い豆。えっ、やったな、買ったな。何、なんか文句あんの。そう、じゃあ早速マリオが唯一弱気になれるな、こいつは。出てきなさい。お呼びだ、お呼びだ。ポンプアート手伝ってもらうの。ちゃちゃっとやって、ちゃちゃっと終わりにするの。わかる？じゃあ早速やるのか、軽く説明すんの。まずは水を飲んでボムができる状態にすんのよ。ボムができる状態になったら、ここに立ちなさい。この足型のとこに乗るのよ。私がさっきつけてたわ。やってみんの。はい、というわけで水含んでもらって、ダイナマイトボディになってもらって、はい。では作業の流れを説明するの。まずは服に色をつけるの。E ボタンで水弾を発射してカラボムちゃんに当てるのよ。やってみるの、チュートリアルなの。はい、というわけでこんな感じで服に色がつきます。当てたカラボムちゃんの色が服の色になるの。ちなみに2台以上のカラボムちゃんを当てると服の色は同時に当てたカラボムちゃんの混ざった色になるの。よく覚えておくのよ。それともう一つ、服に色をつけた時に間違えたと思ったらあっちに話しかけるの。服を真っ白に戻してあげるの。結構ホワイト。色をつけたら次は模様をつけるの。今度は模様をつける模様ボムちゃんに水弾を当てるのよ。あら、おしゃれ。あとはもう模様ボムちゃんの模様が服の模様になるの。模様ボムちゃんの模様は、あ、石台じゃん。縞模様と、あ、なんかよくわかんないやつじゃん。水弾模様と牛か。あこれはあれでしょ、チェスでしょ。チェックから見つかるの。なるほど。ちなみに2つ以上の模様ボムちゃん当てた場合は必ず模様は星になるの。よく覚えておくのよ。模様付け終わったら私が伝えるイメージとぴったりが判定するの。作業の中でこんな感じであんたには服を4着完成させてもらうの。それでスタービーズ確保よ。やるほど。これで攻め終わり、早速最初の課題いくの。服の色は赤で模様は何でもいいの。質問なんですけど、はい、マメダ女王用の服じゃないですか、明らかに。そんなことないですのよ。誰でも作れる、もう誰でも着れる。あっちはそんなファッションを目指してんのよ。模様は何でもいいの。ガブカですか。そうなの、これで OK なの。次どんどん行くの。次は服の色は黄色、チェック柄でお願い。黄色一番遠いけどここら辺で当てれば OK。チェックっつだっけ、一番手前か。チェックだからこれで OK。 よし、そうなの、そうなの、これで OK なの。次どんどん行くの。次は服の色は紫、水弾模様でお願い。なるほどね、紫ね。よいよい。あー、フラグ立てやがったぜこいつ。紫だから赤と青だね、行きましょう。よし。え、なんつったっけ。水玉だね。水玉が真ん中か。あぶね、外すとこだった。あ、よし、純粋に待つことが大事かもしれない。そうだろ、これで OK なの。次どんどん行くの。 OK、 一発クリアだね。どんどんおいしい、あれ。次は黒色は茶色、星模様ってことか。こうやってとこは全部当てるってことか。茶色ってことはなかなか全員重なタイミングが、あ、今の部分だったな、うん、今のいけたね。あ、ごめんなさい、今のは純粋違いました。やり直しです。 OK、 やっぱ一番最初か、当てればいい。よくやったらこれで終わりなの。めんどくさかったよ、やってるからすっごい目が疲れる。じゃあ約束通り日給の豆あげるの。隣まで取り来てなの。奪われとかやめろよ。あ、奪えてない。ほら、約束の豆なの、受け取るの。
ポケコーデゲットか。3枚目だけ非常に楽なんだよな。エスタービーズかけるゲット、残り1個。もうだいぶ物語終盤だな。いけい、どすこい。さあ次の場所行ってみましょう。もう一つ、はい、ここの先はね、まあ、またミニゲームがちょいとしてあるんだけど、まあこのミニゲームはそんななんか難しくなかった覚えあるから逆に怖いんだよな。子供の頃はゲームボーイアドバンスだからやりやすいんだよな、ほんとパッと重い。確かに。さてここで来ました。よっ、こんにちは。おこざきマイマイ族聖域、よそ者通すいけないというわけらしいので、ね、豆まかりあいつらを納得させるような代物を持ってこなきゃいけないというわけで、マイマイ族らしいものね。マイマイ族らしいものって何だったっけな。これあれ、あ、ここじゃなかったっけ、ミニゲームゾーン。なんかありそうだけどね、ここら辺。あ、あったあった、下にルートあるじゃん。見てなかっただけだ。ここマイマイコロシアム、生き残る難しい。これあれなの、ミニゲームだね。カタツムリなのね。よ、ジェリーがいい。ここマイマイコロシアム受付、あなたたち挑戦。じゃあはい、挑戦します。挑戦500。はっ、まあ仕方ねえか。理想の報酬くれよ。マイマイコロシアム何度も挑戦、コツを覚える。はい、わかりました。あー、普通にもういっちゃっていいの、これでいいのかな。挑戦。はい、じゃあやってみます。これ挑戦前に500ポイント、グッドラック。はい、来ました。皆さんご覧ください、ここマイマイコロシアムにまた新たなチャレンジャーがやってまいりましたね。さあチャレンジするでしょうか。さよなら。さあチャレンジするでしょうか。これあれなんだよ、こうやって吹き飛ばしてうまいが、あのよくわかんねえ脳みそどこに当てていかなきゃいけないという。脳みそなのあれ、よくわかんない、マザーブレイン、あれマザーブレイン、マザーブレインみたいなやつで、これバリア張るんだけど、このバリア張るとルイージが一方で一時的に無敵になる。あーちょっと待って、しかもこれタイマーとかがどん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 速くなってくんだよね。あーちょっと待って、すごいすごいすごい、何が食らえフラッシュ。ほっほっ、あーどれぐらいだ、あっはっはっは、どれぐらいだこれ、常に回り続ける20です。あっは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 っ、はい、だね、はい、だね、ああ、だね、ほら、フラッシュ、ゴック、はい、はい、あ、そう、小さくなってから余計に赤いすぎる、くっ、そっからですか、はい、時間が、今のダメか、20枚いたから平気なのでは、シューン、フラッシュ。当たらないね。正直これやってる側は本当操作の A と B で回転するからちょっとどっちがどっちか一瞬分かんなくなるんでしょ。クラウドしばらくで回れないからな。終わった、時間にだいぶ余裕ある。おっと、なんとハイスカー達成です。 OK、 あなたチャンピオン、これ受け取る。マイマイ族あなたたち認める。はい、とき前前の誉れを手に入れたルイージを踏み台にするかな。ルイージ、またで挟まれてるけどな。じゃあこれで前前の誉れゲットしたんで、今回動画の締めにしてはちょっと早すぎるか。あいつはディフェンスしてきたな。よっ、前前の誉れ持ってきたぜ。それ前前の誉れ、あなたたちコロシアムチャンピオン、前前とかあなたたち認めた、断る。あ、じゃあいよいよやってっか、この先。誰がいるんだ。よ、あ、やってるわ。なんだっちょ、また覚えたしっちょか。よ、このお宝は俺が先に見つけたっちょ。ふん、おう、逃がさないぞ。逃げねえぞ。逃がさん、逃がさん。今ばかりにしやがって。今回は俺痛いだと思って舐めるなっちょ。俺の戦術はそれでいいなっちょ。はい、というわけで VS パーニョソロ。あれ、あ、早い、やるじゃないか。早い、あ、キノコ盗んできた、ちょびーなんですもん。じゃあファイヤースーパーだったら、おい、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、いや、こいつ純粋だもん、硬いのかも。
ちょっとソロでちょっと硬くなってるソロデビューしてるからちょっと硬くなってるから。なるほどね、メンタルが硬くなったからがソロデビューで。いいね、いいよ、いいね、いいよ、はいはい、もっといこうか。まあ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 、こんなもんでいいでしょ。あ、回復しすぎでは。あー、なるほど、ちょっとタイミングがずれてるから。あ、奪われる。え、なにそれ。え、あ、ありがとう。いらない、いらない、いらない、ダメージ高。いや、いらない、いらない、いらない、イラ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 。欲しい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 。ありがとう、ほとんどいいものくれた。はい、次はファイアブロス、はい、送りこれ待って、ポリ出てくるか。あ、いってらっしゃい。ずっこけ。また盗まれる。盗まれない、盗むほどさせない。なっけ、もう持ってくれバーニョ。指が疲れてきたんだよ俺。手首が痛んだよ今。終わるパーニョ、終わるニョ、死んでーニョ、やられてーニョ、ティッツァーノ。まだ終わらんか、まだそれか。ポイン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 、欲しくない欲しくない。あ、ありがとう。お、いいぞ。はい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 、すごい有益しかない。もうこれで死にそうっすけどね。おりました。あ、死んじゃった。600経験値。あー、手首、今のちょっと手首ちょっと回しとく。あー、いった、いけ。あー、手首で1ですね。待てや。はい、スタービーブズ、これで全て揃った。うー、疲れる、指が痛ぇ。サービスのかけら手に入れた。サービスのかけら4つ揃ったぞ。マメージャーは急ごう。だけどバーニョごめんな。悔しいっちょ。で、でも諦めないっちょ。え、いるっちょ。どういう逃げ方よ。じゃ、とりあえずマメージャー行って、今回の動画終わるか。あー、もう手首がちょっと限界。さて、次行った。結局豆小路1枚も集めなかったじゃん、スタービーズ。よっ、ポンコツだったな。はい、4つ集めたよ。足んなくない真ん中の部分これ。ああ、戻るんかーい。スタービーズが復活した。スタービーズを手に入れた。はい、うむ、これでスタービーズは元に戻ったが。ギラクッパからメッセージが届きましたぞ。え、オッケー。あ、ちょっと色変わってる。なんか違う、新機種に変えた。よしよし、よくぞ集めた。で、ではそのスタービーズ、赤と緑のヒゲたちに持ってこさせるんじゃ。場所は海の端っこのジョークエンドじゃ。ジョークエンドは海底から歩いてはいけないぞ。ちゃんと海の上を移動できるようになってから来ることじゃ。なんだよ、海の上を移動できる。途中でスタービーズを落とすんじゃないよ。優しいのお前。うん、しかし奴の目的はピーチ姫の声を利用してスタービーズを目覚めさせること。スタービーズを渡してもピーチ姫を返してくれるとは思えないのだかな。確かにそうですぞ。チッ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 、安心してください。奴らにはこれを渡せばいいのさ。いや、見るからにパチモン。おー、スタービーズの率でもそい。これで騙された俺はもうゲラクッパを、もうクッパ、やっぱクッパで実用。いや、でもマメク王子が一人で作ったんだぞこれ。うまいぞ結構。偽スタン、初代ウルトラマンの偽物と同レベだぞ。あとついでに姫様のお着替えを持っていってくだされ。きっとゲラクッパが逃げようとしてるドレスはボロボロ、お肌はガサガサ。おお、なんということだ。ジーはもういてもたってもいられん。おお、せめてジーのマコロの証しにお着替えセット。ぜひ、なんでそれでエンジン搭載されてんの。ジーちゃんお着替えセットを手に入れた。もっちゃねえよルイージ。あ、ルイージの持ち物だからねあれ。ジョークエンド行くには海の上の上を移動するしか方法はないのだけれど、とりあえず浜辺に行けば何か方法がわかるかもね。この国の浜辺には昔サーフィンができるある場所があったらしい。わざわざ。じゃあ二人とも作戦通りに。おい、ちょっと待てお前、何約束すっぽかしてんだよ。キノココイン99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 
とこだった。先にスターミーズをつけた君たちの約束通り。分かったんじゃないか。99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 
増えてない増えてない。ありがとう。そんな多く言えなかったけど、本日の為替によると気づいてるる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 キノココインは99万エリアコインじゃ。つまりマリオたちはこの99万エリアコインキノココインに持っていけば実質金持ちと一生暮らしていけるぜ。マメエリアとして換算させなくていいもんね。別に別にキノコ王国に帰ったと後使えばいいからな。ああ、やったらマリオたち換算すんだよ。マリオマリオ換算すんだよ。いや換算するわ。なんかアイテム増えてます。増えてますか。あ、増えてますね。チェックゾーンが高っ。一番ズボンアタック一番、誰も先に活動できなあなたに。アメスラデラックスライト重力効果、あ、軽やかに動きます。マイコージの3位いるか。お豆の女王にも切られる驚き柔軟性。そんなでかいのでかいな。これいいんじゃない。ライト重力効果でなんだ、軽くなるのか。結構いいよね。あとか DF も結構伸びるしお得ですね。装備とか色々整えたから、ちょっとハンマー、多分これウルトラハンマーが多分必要だから、最後にハンマー屋ちょっと行ってハンマー変えれるから。この浜辺の左のとこだよね。あ、ちょっと待って、だとしたら金が必要だな。金いるのあれ。あれ違う違う、バッチそれじゃない。新しいブラジャーアクション覚えるのに金が必要。ちょっとなんかいろいろ売るわ。さて、それでハンマー、お、寝てる。あー、死んでる。おう、誰かと思えばまたまたマリオブラザーズかよ。ちょうどいいところに来ただよ。俺たちだった今、新しいハンマー付けの技をマスターしただよ。ウトラハンマーにしてくれ。お前さんたちまたハンマーを叩き直してもらいたいんかや。そう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 、そんな俺たちの新しい技のお色目を借りて、早速ハンマーを叩き直してやるんだよ。頼むわ、手紙いてるから早めにな。行くがよ。おいよ、はぁたっほ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 っ。いい仕事したかよ。ハンマーの色最高だよ。前よりパップしただよ。オッケー、ウルトラハンマー出た。ハンマーならどんな岩でも壊せるはずだがよ。俺たちの力出し切っただよ。それじゃあまたな。ウルトラハンマーいつまでも大切使ってくれろ。それじゃあまたな。さて、いよいよウルトラハンマーになったわけで、この岩も軽く壊せる。問題はこれでどれぐらい使ったかな。コインよ。あ、500ドイン。俺はゲーム好き出すんだ。ガツンと一発チャレンジしていくんだろう。もちろん。コインたり。まあ、何コイン400コインぐらい。393、400つらいってない。金集めてどこかできたっけ。おさんじゃないかな。よし、結構前の。それじゃあ今回はこの最後に台風ブロスを当てて、今回と終わりにしようや。俺はゲーム好きどうすんだ。当たってこいへんだよ。嬉しい。お前らガツンと一発チャレンジしていくんだろ。あ、ベイコさんどれだ。いやー、これ俺左が光ってるんだよな。左がいいのね。左がいいかな。信じるぞ。おい、いいか。お、あ、やったー、秘伝の負けのパート2やったぜ。まあ、3分の1だから。うん、よし、オッケー。新しいブラザーダック台風ブロスが使えるようになったぞ。バターで確認してみよう。そんなに強いのか。じゃ最後にちょっとそれをお披露目して終わるか。で、台風ブロス1万円どうだ。でちなみにこれこんな感じでさらに標的を決められるんですね。はい、はい、確かに強いな。しかも単体だとあれで、アドバンスが発生すると相手にスタン効果を付与できる攻撃が追加されるという感じですね。スタン、そう、スタン強すぎんだろ。ボスでも効くの。うん、効くよ。ラスボス、なんならラスボスでも確か効いたはず。強すぎる。それじゃあみんな今回の動画ここまでしよっか。次回ママのRPG、次回行きたい。それじゃあ終わりましょう。ありがとうございました。また見ててください。バイバイ。